3度目の正直ならぬ4度目の正直となるか。 GHC ジュニアヘビー級に初めて挑戦したのは2002年5月札幌でした。第5代王座決定トーナメント決勝戦、この時から金丸との戦いは始まっていました。札幌では金丸が第5代王者、2度目の挑戦はその半年後、またも北海道で金丸へのリベンジマッチでした。しかしその時もベルトには手が届かず、2003年7代王者杉浦にも敗れた健太。健太が今日の健太になるのはそれからでした。襲撃7番勝負、そして9度の防衛を果たした G1 ジュニアタッグ。今の健太は2年前の健太とはもう別人。人気以上に実力でも認められるためにベルトが必要と語る健太。感情を引き出し、受けきれないほどの攻撃でガンガン行くと語っていた健太。その武骨な若武者が今シングルのベルト初体感に向かい、ゆっくりとそして堂々とこの東京ドームの花道を行きます。この大舞台で初めてのシングルのベルトを巻くことができるか。今健太がゆっくりとリングイン。ノアのジュニアは最強であることは疑いの余地もなくなった昨今、その頂点に立つのは G1 ジュニアヘビーのベルトを巻くものであり、すなわちそれが王者の証。このベルトが生まれてから初代、5代、9代と誰よりもその腰に巻いてきた金丸義信。札幌で無敵と言われた G1 ジュニアタック王者丸藤健太組を破り、ノアジュニア初の G1 2冠、ジュニア版の絶対王者となりました。6度目の防衛戦、最強のノアジュニアの中で最強を証明するため、今日最強の挑戦者を迎え撃ちます。金丸義信が今その運命の相手健太の待つリング、右手には守り続けたライガーから奪ったその青いベルトがダッと健太がいった。早くもそのタイトルマッチは始まっている。選手権試合宣言でございます。GHC ジュニアヘビー級選手権60分の一本勝負、ドームが揺れるようなそんな歓声がこだましています。この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。2005年7月18日 GHC 管理委員長上位。続きまして3分ベルトの変換でございます。ノアのジュニア頂上決戦ということになりました。解説の桃田さん、はい、非常に楽しみな一戦になりました、ね、そうですね、まあ、本当にどういう戦いになるかね、もう要するに結果が要するに想像できないような試合だろうと思いますね、はいはい、健太はシングルのベルトをまだ巻いたことがありません、はい、その初体感に向け非常な覚悟を持っているようですね。そうですね、普通だとね、挑戦者ってのは結構プレッシャーかかるんですけど、彼はプレッシャーに強いですからね、まもなくそのゴングを待ちます。挑戦者115本のケンタ、シングル初体感を目指すケンタ。195本の金丸義信、最強のノアジュニアの中での最強チャンピオン金丸義信。ノアジュニアの最強を決める一戦、 GHC ジュニアヘビー級選手権。この青いベルト、次にゴングが鳴るときに果たしてどちらの手にあるんでしょうか。負けない王者、ジュニア版の絶対王者金丸か、それとも武骨な挑戦者健太か。激闘のゴングが鳴ります。今ゴングいった、ハイキック健太、エルボーで迎え撃つ王者、激しい感情のぶつかり合い、なんという攻撃だ。ロープのハンド、ハイキックをかわして、さあハイキックは金丸、ロープに振った、もう一度ハイキック、吹っ飛んだ金丸、王者金丸。さあ健太もまずはブレイク、
桃田さん、はい、予想はしていましたが、やはり激しい展開になりましたね。激しいですね。出だしから本当にこの何ですか、気持ちと気持ちのぶつかり合いって言いますかね、素晴らしい、まあ、序盤戦ですよね。普段金丸はあまり感情を出さないことで知られていますが、はい、健太が今回金丸の感情を引き出すと言っていました。まずは成功しているようですね。まあ、そういう感じですよね。序盤からハイキックの打ち合いということになりました。まあ、そのプロレスの中では金丸は受けの王者、はい、対する、まあ、健太は攻めの挑戦者なんていうことも言われてますが、そうですね、全くその通りだと思いますね。普段の試合のスタイルがやっぱり健太選手の場合にはやっぱり攻撃が信条ですから、はい、でまた金丸選手チャンピオンは要するにあの相手の技をうまいことかわしながら、要するに受けてからどういう風にかわしていくかというのがポイントですから、まあ、タイプ的に言えばね全然違うんですが、はい、そこら辺の攻防が本当に見どころだとは思いますよね。今健太のハイキックを金丸が避けました、まあはい、金丸は受けることで有名ですけれども、この健太の打撃をもろに食らってはいけませんよね。いや絶対それはですね、彼は十分研究していると思いますし、あのそこら辺のね健太選手の蹴りに対するあの対策は立ててんじゃないですかね。そして今グラウンドで素晴らしいテクニックの攻防が見られました。いやもう見ている我々も非常に手に汗握る展開ということなんですが、さあ今エルボーを落としていった金丸がまずグラウンドで健太を捉えていこうという、第9代の GHC ジュニアヘビー級の王者であるとともに第2代の GHC ジュニアタッグ王者でもあります金丸義信、ノアのジュニアでは初めての2冠王ということになりました。そういうことですね、はい、金丸は、まあ、金丸選手の場合には、ね、要するにその攻めにもね結構、まあ、今でも足を取りに行ったってことは、はい、当然健太選手のキックに対する牽制ですよね、意識ですね、もうなるべくキックのダメージをあの弱くするために、はい、あの足を攻めていってうまくいってますんでね、そこら辺が彼のやっぱりチャンピオンとしてのうまさだろうと思うんですよね。なるほど、健太といえばそのフィニッシュホールドはブサイクへの膝蹴り、そしてゴートゥースリーといういずれもそのキックを使った攻撃です。まあ、その健太ですが今左膝にテーピングをしていることが見られるように、ややその膝の調子があまり良くないという中ですが、まあ、ただあの彼試合になってしまいますとね、もちろんテーピングはしてますけど、はい、もう膝の怪我のことはもう忘れてると思いますよね。そうそれほど集中するタイプなんで、そして今ちょっと金丸が左肘のあたりですか、少し痛めたようなシーンが見られましたね。今ちょうど要するに健太選手がね、どういった時にちょうど自爆したような形になった時に変な形で膝を受け身をうまく取れなかったのかもしれませんね。なるほど、この辺り受け身が非常にうまいと言われている金丸もその健太の激しい攻撃に調子を崩されたか、鉄柱を使ってその左肘を攻撃していく健太、ベルトを取るためにはどんな非常な攻撃もしていく、ここに荒々しさ感情の激しい健太のその素性が見て取れますね。そうですね。さあそして健太が今王者をリングの中に入れました。カバーに入っていく、この試合初めてのカバー、カウント2つ、かろうじて右肩を上げました。あしかしその肘を取っていますか。肘ですね、挑戦者の健太、無敵と言われた G1 ジュニアタッグ丸藤と2年間保持していました。9度の防衛に成功したわけなんですが、この金丸と杉浦のタッグに敗れてしまいました。そのあたりこの金丸には非常に個人的なその感情もあることでしょう。さあ赤コーナーセカンドから、あーっと飛びついた、腕を取ってもう一度腕を決めていく健太。まあ健太と言いますとその容姿から非常に人気も高かったんですけれども、はい、シングルのベルトを巻いていないというのはちょっと意外でしたね。そうですね、そろそろベルトを巻くんじゃないかという機運も確かにファンの中にはあるようです。はい、まあそれは当然、まあ、ファンがね、希望することだろうとは思いますけど、がしかし、ただ要するにファンが希望してもね、そのなかなかチャンスがなければもちろん挑戦できませんし、チャンスがあってもやっぱりその子に運っていうのも出ますんでね。そうですね、がしかし金丸というのは非常にこの安定した力、そして負けない王者、はい、このありそのノアでは金丸の牙城を崩すというのは難しいですよね。そうですね、やっぱり負けない王者っていうのは要するに逆に弱点が少ないってことなんですよね。なるほど、弱点が少ない分そのチャンピオンの牙城を切り崩すっていうのは難しくなってくるんですよね。名実ともにノアのジュニアのトップにいるこの金丸義信、金
金丸とはこれまで2度のタイトルマッチを経験しました。一度はトーナメントでしたが、その時はやはりその金丸の壁を崩すことができなかった健太。この辺りに金丸の強さがある。さあもう一度激しい感情とぶつかり合い、投げていった、もう一度腕を取っていく。まあ金丸のそのフィニッシュホールドといいますと垂直落下のブレンバスター、はい、旋回式もあるんですけれども、はい、この辺りにやはり腕も影響してきますね。いや当然ありますよね。ほとんどのタイトルマッチ、この旋回式垂直落下のブレンバスター、いわゆるタッチアウトで決めている金丸ですが、序盤でこれだけ腕を攻撃されると苦しい展開になってくるか。さあブレンバスターの打ち合いになるぞ。金丸か健太か、ああもう一度腕を取っていく。健太が必要までにこの左腕を取っていきます。シングル初体感を目指す健太、対する金丸は6度目の防衛戦ということになります。去年のこの東京ドームで重心サンダーライガーからベルトを取り返し、ローキー、高道の区、杉浦、高岩、鈴木小太郎と5度の防衛を重ねてきましたこの1年間。そして迎えたもう一度東京ドームでのタイトルマッチ、去年はチャレンジャー、今年はチャンピオンです。負けない王者金丸、今までノアの所属の団体の選手に負けたことがありません。敗れたのはマイケル・モデストと高岩ですから、そのあたり、まあ、盤石の体制で臨んだこのタイトルマッチということになります。さあそこに健太がくさびを入れることができるか。赤コーナー、これは危険になるぞ。なだれ式には持っていけません。しかしすぐにかかっていく健太、もう一度なだれ式のブレンバスターに持っていこうという健太、これは危険な体勢だが、そのままディープインパクト、金丸が、しかしその肘にもダメージがあった。今のも危険なディープインパクト、いや危険な角度ですよね、はい、かなりいい角度で首が完全に決まったような状況で入ってますね。入ってますね。マットに突き刺さった健太の首、試合時間は5分を経過しています。さあそして王者が場外にいる挑戦者に向かっていった。エプロンからディープインパクト、エプロンの高さを使ったディープインパクト。この2発のディープインパクトで健太の首はどうですか。いやかなり、あの特にあの今の場外でやったやつはかなり効いてると思うんですよね。なるほど、下が硬いマットです。このシーン連発でのディープインパクト、いい角度で入ってますね。肘を痛めながらも金丸が繰り出していきました。やはりこの辺りが王者の強さ、そしてうまさでもあります。今健太がようやくリングの上に戻ってきました。金丸が受け身を取れないくらいの打撃で攻めていくと言っていた健太ですが、徐々に、ああ今金丸が感情をむき出してしましたね。グラウンドでの展開、その痛めた首を重点的に攻撃していく王者の金丸です。ジュニア版の絶対王者、なんとかロープブレイク。しかし健太はこれまでのタイトルマッチの中で今回が一番自信があるんだと語っていました。その自信を勝利につなげる、ああ鉄柵、勝利につなげることができるか。ああそして健太の背中を階段にしての鉄柵ギロチン、この辺りも金丸は使えるものは全て使うという。そうですね、はい、そこら辺がやっぱりチャンピオンのうまさでもありますしね。どんな会場であっても周りがよく見えている、相手の攻撃に使えるものはどんなものでも使うという金丸。これは健太の背中を使って鉄柵でのギロチン、場外カウントが数えられます。健太、この東京ドームからは、まあ、黄色い声援といいますか、女性たちからの健太へのその歓声が聞かれます。リングの上で待っている王者、さあ健太ロープに振って首を捉えていく、またしても首です。二冠王者、今回はテーマ曲を旗揚げ戦当時の曲に戻してきました。その理由はと聞くと、まあ、ただ好きだからということを言うんですが、今一度二冠王者になってその初心に戻るという気持ちもあるかもしれませんね、はい、まあ、当然そういう気持ちもあると思いますね、はいはい、勝って兜の大締めを、まさにその気持ちで臨んでいるこのタイトルマッチかもしれません。試合時間は10分を経過しました。ジュニア版の絶対王者金丸義信、その懐を借りる形になるのか挑戦者の健太です。
序盤ではその打撃技を展開していました健太ですが、少し金丸に捕まり始めましたか。そうですね、まあ、攻撃いい形でね、健太選手もしてたんですけども、はい、本当にね、やっぱりチャンピオンは相手の強を作っていくかね、途中から相手の攻撃をうまくかわしながら自分のペースに持っていくっていうのがうまいんで、はい、そこら辺に健太選手がうまく捕まらなければ十分チャンスはあると思うんですが、なるほど、今はやっぱりちょっとチャンピオンのペースはまりつつありますよね。そうですね、カウントは2つ、あ、そしてこれは腰、首にもダメージがあります。そして健太のその左膝ですが、サポーターがずれました。テーピングのあるところがあらわになっています。健太としては苦しい戦いになりました。まあ苦しい戦いといえば、去年行われた健太の襲撃7番勝負、はい、非常に苦しい戦いを強いられた中で、まあ、スタミナ、そして戦う意志というものを育てた、まあ、そうですね、特にやっぱりヘビー級のチャンピオンクラスの選手ばっかりとやってますんでね、はい、あれはやっぱりジュニアの選手とすれば最高に厳しい戦いであったと思うんですよ。バックドロップだけど、その中で素晴らしい戦いをしたことによってね、スタミナがついたり、やっぱり自信がついたりという部分はあると思いますよね、はいはい、前回この2人がタイトルマッチを戦っているのは2002年、それから7番勝負、そして GHC ジュニアタック9度防衛という、その経験が健太を大きくした。あーと、足で迎撃は健太、その経験を今宵このマットで生かし、シングルのベルト初めてその腰に巻くことができるか健太。あっと、後ろで蹴っていったのは金丸、見えているバースラム、両者大の字になりました。ディスティニー2005、運命と名付けられたこの東京ドーム大会第5試合 G1 ジュニアヘビー級選手権タイトルマッチになりました。あっと、ようやく健太の蹴りが出てきた。ローキック回し蹴り、ストマック、ニュートラルコーナーにセンサー、王者にハイキック。いや、今のハイキックはいいですよ。いいですか、ええ、あ、そしてこの体勢はスワーンダイブ式のミサイルキック、背中、そのまま倒れ込んだ王者、動けるか金丸、健太どうだ、返しました。今ぐったりと金丸が倒れたように見えました。いや、本当ですね、今ちょっとキックで朦朧としている部分はあるんじゃないですかね。なるほど、あ、そしてこのキックですね、もうこの音が東京ドームの天井にこだましているという、目つぶしからハイキック。この蹴りのバリエーションというのは健太のもう持ち味になりましたね、はい、たまらずダウンは王者金丸。さあ健太がブレーンバスターにも、おっと返した。さあ何を見せるか、回し蹴りから背中に一発、健太がニュートラルコーナー、何を見せるんだ、王者金丸かわせるか。あっと、挟み込んだ、叩きつけたのは王者、カバーに入る、どうだ、カウント返した。もうこの一瞬の隙が展開を変えます ね、 そ、 すね、そこら辺がやっぱりまた逆に言うとね、チャンピオンのうまさですけどね、さあボディープレスから金丸、カウント2つで返すのは挑戦者健太、よっしゃ行くぞの王者、6度目の防衛なるか。セカンドロックからディープインパクト、完璧に決まった、カウント健太返せるか、返した、どよめきの東京ドーム。さあそしてムーンサット、返した健太が何を見せるか、こっからフィッシャーマンズ、両者動けません。これはもういつ勝負が決まっても、そしてどちらが勝ってもおかしくない展開。いや、そうですね、確実に健太が金丸に追いついているが、しかし負けない王者はどう出るか、背後からがっちりと捉えたジャーマンの体勢、そのままぶっこ抜いた、ジャーマンスープレックスホールド、カウントは2つ、カウントは2つ。今レフェリーを見た目がその鋭く光りました健太。さあそしてボディースラムでマットの中央、動きを止めたが、あー膝だ、またこれも、あ、ニーパッド下ろしました、下ろしましたよ本さん。いや、やっぱりニーパッドはない方がより効果がありますね、距離があるが、ニュートラルコーナーから膝落とした、足で迎撃は金丸、15分が経過しました。続いてニュートラルに登っていくのは王者金丸、ディープインパクト、抱えた抱えた抱えた、そしてしかしブレンバスター捉えて、誰がそのまま
ニッシュホールド出し尽くす2人、もう何試合分のフィニッシュホールドを見たかというそんな感じですよ、はい、だけどお互いにやっぱりもうダメージは十分あると思うんですが、もう精神力でこの起き上がって技を仕掛けてるという感じですから、はい、ひどー骨が折れたか。最初に起き上がったのはケンタナ、シングルの初体感。この業界の人間に認められるためにはベルトが必要なんだと語っていた。ファンの心は捉えている、あとはその実績なんだと語ったケンタ。負けない王者カネバル、6度目の防衛なんか。先に立ったのはケンタ。この真っ白なドームの天井のもと、緑のマットエルボー返していく王者。もうダメージ、その意識は朦朧としているでしょう。ブレンバスターの打ち合い、次の技はどちらが繰り出すのか。金丸だった、垂直落下。ケンタ意識はあるか、カウント返す、右肩が上がった、ケンタ返した。しかし金丸がボディースラム、動きを止めた。青コーナーからムーンサルト、ビッグレッグにこう描いた、返す。もう何が何だか分からない状態。もう一発、ケンタこれでも返せるか、返した。勝負が決まらない、決まらなくていい。東京ドームの大歓声がその耳に届いているか。ケンタシングルのベルトまであと少し、そして負けるわけにはいかないのは王者。最強のノアジュニア、その最強を決める一戦。カネバルが王者の強さを見せつけるか、それともケンタが初めてベルトを待つのか。なだれ式持っていくのはカネバルか。これは危険な技になりそうだ、嫌な予感がする。さあどちらが打っていくのか、ブレンバスターか、いやケンタが膝と高い。何ですか今の、ラムトさん。いやー今のはケンタが逆に控えしましたよね。あの何ですか、フィッシャーマン的には見えましたけど、ね、もう落ち方はフィッシャーマンを超えてますよね、さあ今ゆっくりと最後の力を振り絞ったケンタ。どうだ、返した、王者が返す。右肩を上げた王者、負けない王者、ジュニア版の絶対王者。その牙城を切り崩すことができるか。さあパワーボム、危ない、ニュートラルコーナーに叩きつけた。もう一度か、もう一度、危ない、後ろに持っていった。これは不意をつかれた、受け身が取れたか。カニマル、もう一度叩きつけた、カウント、3つは入りません。どっちだ、カネバルかケンタか、ケンタかカネバルか。側頭部、チャンピオンへの膝蹴りは返した。カネバルが丸め込んだ。いつ決まるんだこの試合は。膝蹴り、引き出しにしたチャンピオン、一回転の膝蹴り。ケンタ初体感なるか、なりません、まだなりません。さあケンタが20分を超える激闘にフィリオドを打つか。ゴールデンスリー、カネバルは意識の中に落ちていきました。いきませんでした。訂正させていただきます、訂正させていただきます。まだ出ていないカネバル、魂を込めたハイキック、ハイキックからロープを使ってもう一度膝蹴り、チャンピオンへの膝蹴り、決まった。ケンタシングル初体感、名実ともにノアジュニアのトップに立ちました。カネバルを破った最強のチャレンジャー。
強のチャレンジャーから最強のチャンピオンになりました。桃田さん、はい、もうどちらが勝ってもおかしくない試合でしたが、健太がシングル初参加、すごいね。最終の健太選手の自分の技に対するこだわり、すごいですね。あくまで膝蹴りで決めていった。金丸はもしかすると今自分が負けたことを気づいてないのかもしれません。いや、それはあると思いますね。あんだけもう最後に回転して落ちた時に、はい、頭もかなり強く打ってますんで、前からの衝撃と後ろからの衝撃受けてますんでね。チャンピオンもチャンピオンというか金丸選手はかなりもうどういう状況か分かんないかもしれませんね、今の現状は。健太は今自らチャンピオンになった実感をようやく手にしました。喜び爆発、ニューチャンピオン誕生、第10代 G1 ジュニアヘビー級王者健太。もうこの男の勢いを止めることはできません。そして敗れたジュニアの絶対王者金丸、20分31秒にわたる激闘に終止を打ったのはあくまで自らの打撃にこだわった新王者の健太。かっこよくてものすごく強いチャンピオンが東京ドームに生まれた。ノアのジュニアの歴史がまた一つ塗り替えられる瞬間、側頭部迎え撃つように左から右肺左肺、そして決めたのはこのチャンピオンへの膝蹴りでした。受け切った金丸もすごい、そして出し切った健太もすごい。ノアのジュニア最強伝説が今また1ページを繰り出しました。